皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、工場ジャムシキングスーパーコレクション。ということでね、今日もスパコリです。今日も。本当はね、今週から、今日からゲーム紹介動画3本にしようと思ったんだけど、予定が変わりました。予定は常に変わるものです。ああ、1本も3本も変わんねえよ。本当変わんない、変わんない。また気が向いたら3本になります。まあ、相変わらずね、月曜日から金曜日は特に話すことがないということで 尺稼ぎみたいになるんだけど、強いて言えば、今日、スパコレじゃないんだけど、グレイシーチャンピオン DS と2が2本とも300円で売ってたから、あ、買うか、買った。買う予定なかったんだけど、スパコレがね、300円とか500円とかで売ってれば、まあ買ってもいいかなと思うんだけど、スパコレはね、800円で売ってたかな、確か。で、もちろん箱とか、説明書とかカードがない状態ね。別に買わなくていいかなと思ったから買わなかった。なんか、記念に買ってもよかったかなって、今のところいいかなっていう。もうたくさんあるし。多分ね、初代と2は300円だったら買っちゃうね、俺の中では。300円ってまあ、昼飯代じゃないけど、ね、ご飯代じゃないけど、100円から300円だったら全然買っちゃうね。500円だと、多分買わないかな。なんかそこの差があるんだよね。つい最近もなんかね、100円のソフトいっぱい買ったんだよね。5本ぐらい買ったんだよね。持ってるのに。なんかね、ポケモンレンジャーだからなんだか買った。そういうのをさ、出せばいいんだよね、ゲーム紹介動画でね。今日こんなゲーム見つけたよ、買ったよ、みたいな感じで。それを出すのがめんどくさくてね。ちなみに買ったやつは大体誰かにプレゼント用で、これあげるよ、みたいな感じで。今日買ったね、虫キングソフトも友達に渡す用だから、自分で使うわけじゃないんだ。自分で使うんだったら多分買わないと思う。誰かにプレゼント用とか、虫キングオフ会のビンゴ大会の景品とかね。虫キングオフ会に来てる人イコール、必ずしも、ゲームを持ってるとは限らないので、中には、DS すら持ってないって人もいるから、います。ビンゴ大会でせっかくソフト当てたけど、本体持ってませんって人もいたから、あらまと思って。本体もね、ビンゴ大会のね、景品になってたりとかするんだけど。まあいいや、話が長くなりました。そろそろね、じゃんけんをして終了しようかなと思います。あと30秒ぐらいあるのかな。せっかくなら3分まで喋ろうか。尺稼ぎ。そう、最近ね、尺稼ぎが多くなったから、ちょっとね、悲観的な、コメントとか来るかなと思ったけど、みんなそこまで気にしてないようで。なんかさ、長々と尺稼ぎしてんじゃねえよ。関係ねえ話しやがってとかって言われたらさ、それまでじゃん。まあもう、言ってしまえばね、いつも持ってたからさ。あ、3分になったね。じゃあ、じゃんけん使用します。多分、チョキ出します。必殺予告 大丈夫、チョキは出さないから。グーかパーが出ます。それでは、じゃんけんポン。ね、グーが出たでしょ。それでは、また明日もよろしく。